原神、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、二人のシンくんに会いに行ってこいと言われたので、絶縁の間は、仙人たちの居所、まさかここにも、仙人の住みか。ん？入ることはできないようだ。え？なんで？どうすんのこれ。どうやって入るんだ？なんか、あんのか？これぶっ壊すとか。必要な方がいるはずです。なんかいるぞ。なんかいるぞ。なんかいるけど、あれどうする？あれなんかした方がいいよな。よし。よし。荒れ狂う世界に眠る宝よ。なんか祈ってるやつがいるけど、あれは。よし。敵がいるけど、まあまあいいだろう。何してんの？戦闘中はできません。オッケー、濡れてな。犯罪の名において。よし、これで終わったぞ。仙人様、お助けください。お願いします。俺ら兄弟に慈悲を。仙人様、どうかどうか。どっち祈ってんのかわかんねえな、これ。お前は誰だ？どこから？こっちが聞いてるのに。あ、この絶縁の間を安全に行き来できるってことは、なるほど。あなたはきっと仙人の使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため仙人様が使わせた使者なのだろう。なんでそうなるんだ。ちょっとこの人何言ってるかわかんない。サンドウィッチマンだ。慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。俺ら兄弟は貧困に苦しんでいただけなんだ。だから古老山の琥珀に宝があるって話を聞いて魔が差してしまった。琥珀から掘り出した宝を売って家計の足しにしようと。だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺の兄弟が琥珀に食われてしまったんだ。は？怖くて怖くて、俺は一目散にここまで逃げてきた。今になって考えると仙人様の敷地に侵入してしまい、それで天罰を受けたのかもしれない。兄弟を助けたいが、どうしたらいいのかわからなかった。だからここでひたすら仙人に許しを請おうと。そしたら二人の仙人の使いが来てくれた。オイラたちは仙人の使いじゃないぞ。オイラたちも仙人を訪ねに来たんだ。いや、違いない。きっとあなたたちは仙人の使いだろう。めんどくせえやつだ。リトーが閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。慈悲深き仙人の使いをどうか助け出してほしい。今回は許そう。二度としないように。仙人の使いを感謝いたします。もう二度とこんなことはしないと誓う。うわ、役になりきってる。しかも随分と仙人の使いっぽいな。仙人がどこにいるか聞きたかったけど、あいつ今兄弟のことしか頭にないだろうな。確かリトーはこの古老山の琥珀に閉じ込められてるって言ってたよな。これじゃないか。山道に沿って登ったらしいから、オイラたちは山道に沿って下へ行こう。はいはい。周りの琥珀に気を止めながら人探しだ。おらやっと。どんどん敵が増えていってしまうな。はい。よいしょ。はい。全然どの琥珀か言ってほしいよな。はい、多分最後の方にあるんだろうけどな、こういうのは。大抵そういうものよ。やよし、ほら肉を、これ肉を。敵はいっぱいいるんだけどな。はい、よし、オッケー。箱だけ開けとこう。世界も
私に答えているの。この辺だろうな。琥珀に食われるってどんな状況なんだ。メジャーな案件なのかな。よいしょ。これじゃない。これかな。ん？ちょっと待って。危ない危ない。あれか。あれしか残ってないよな。っていうか全部やったら、みたいな感じかもしれんな。あ、いたわ。こいつは倒さないとじゃあダメだ。はい。よし。オッケー。大丈夫か。俺は一体あなたたちが俺を助け出してくれたのか。叩き割ったけどお前大丈夫なのか。感謝する。そうだ、俺の兄弟を見かけなかったか。名前はリチョウ。俺と一緒にこの山に来たんだが、その声は我が友リチョウと。俺のように琥珀に食われたんじゃ。彼は山頂にいる。山頂にいるってことは無事なのか。ありがとう。俺も兄弟を探しに行こう。もう途中で琥珀に食われないように気をつけないとな。琥珀に食われるっていうのがようわからんな。どういう状態なんだ。まあ、ああいう状態になったんだろうけど、何があったらそうなるんだろう。その声は我が友リチョウ氏ではないか。よし、三人で報道団だ。あ、いいね、なんか戦闘中じゃねえよ。おめえが勝手に入ってきたんだろうが。任せてください。よいしょ。助けが必要な方がいるはず。硬いんだよなこいつ。これで間に合いますね。もういいか。千人の使いよ、ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。千人を見たことがあるか。ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は千人の敷地だって。でも俺らみたいな凡人が千人に会うなんて夢のまた夢だ。ただ冒頭期千人の使いのあなたならきっと俺らとは違うはず。おっと、これ以上千人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。ありがとう。おいらたち本当に千人の使いだったらいいな。なんかここの千人は気性が荒そうだ。でもおいらたちは悪いことしてないよな。山門を荒らし族人を逃がしたか。あ、いや、まあ、はい。我が戒めをその身に受けよ。え、戦闘会？戦うぜ。戦いますか？あ、正直すいません、正直モードで。侵入し山の琥珀を破壊し、さらに戒めを受けさせた族人を勝手に逃がすとは。あの族人どもは確かに戦意を知らぬかもしれない。だがお前たちがやってきたことは無礼千万。基本的にみんな怒ってるな。おいらたちにもちゃんと理由があったんだ。サクちゃんに言われたんだよ。昨月畜養神君が人間にことづけを頼んだだと。おお、これは近畿滅却の札か。まだ世に残っていたとは。昔帝君がこの診察を作り人間に授けた。もともと数が少なく千年を経た今ではもうほとんど存在しないだろう。激レアじゃん。まずは詳しい事情を聞かせてみよう。後々その事実を確認させてもらう。リーユエ公は手が届かぬ場所ではない。虚言は通じぬからな。この見た目でこののぶとい声やだな。帝君が
暗殺されただと全然知らんやお前しかもゲーセン儀式の最中にあんま把握してないんだな、いいよそのことは。いや、この世界の誰がそのようなことを。待て、帝君を暗殺できる者などこの世にそういるだろうか。我らは帝君の律令に従いリーウェを守っている。人間界の繁栄により我々は山野に住むようになった。これは人間を思ってのことであったのに。だが今帝君は、帝君は、旅人よ、話は分かった。昨月蓄養神君が招聘した理由も分かった。この山の雑事を処理したら他の仙人たちに会いに行こう。そういえばここの琥珀って、知ってるぞ。あれは仙人の仙力だろ。小説とかに書いてあるみたいに、羽を草木に、唾液を滝にって感じで、あの琥珀もきっと同じ原理なんだろ目の前でこれ言ってみたいな。言ってみよう。そのような話は知らんが、これら琥珀は私が植えた花だ。なお登山葵という。この花の大部分は地中に埋まっている。これを踏むと琥珀が生み出され、侵入者を閉じ込める仕組みになっている。へえ、すご。ここに隠居して以来、山の静寂を求めるためにこの花を至る所に植えた。おかげでここ数年で侵入者を数多く排除してくれている。だがたまに珍妙なものを閉じ込めることがあるが。じゃあこの琥珀って生きてるのか？その通り。もし私が軽率にこの山を離れれば、罪のない命まで傷つけてしまうかもしれない。それらの処理を済ませたら立つ。お前はもう行くがよい。優しい鳥だな。よし、じゃあ別んとこ行ってみようか。そんなに次遠くないのかな。遠いわ遠いね。基本的に全部遠いな。あそこか。あーでもなんかパッと見ちょっと近そうに見えるな。これでもこの上か、この上か。ファーストトラベルポイントは、どうしようか。一旦こっち行ってあの上から飛ぶか。よし。いや、すごいとこだな。でもなんかこういう見た目って結構あれだよね、中国っぽい感じがするよね。なんか西遊記とか見てるとこういうイメージというか、中国のフリー画像ってなんかこういうイメージがあるわ。なんかすげえよ、なんていうとこだっけ、なんか観光地なんだよな。なんかすげえ岩が、岩っていうか崖みたいなのが並んでる。あれなんだっけ、忘れたな。この下まで行くのはちょっとめんどくさいな。よし、ほいさ。あーでもここのファストトラベルはちょっと開けときたいな。よし。あー飛ぶね、急に闘神を。よいしょ。どの辺だ、もっと上か。大変だなこれ。よいしょ、ほい。あでもここ登りやすい、なんかよっと。もうちょい、ここか。オッケー、よし、オッケー。ワーポイント解放で目的の場所へ行こう。よいしょ、ほら、
これって何なんだろうな。めったに会えぬ。ここ氷系っぽいな。なんか凍ってるもんな。ここの真ん中でいいのかな。なんでこんなところに石のテーブルが？しかも食器と杯がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。ここに紀州が座る。それとここを帝君が借りた。帝君ってもしかして岩王帝君のことか。紀州はちょっとわからないな。龍雲、そうだ、あの昨月蓄養神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。ってことはここはあの龍雲釈風神君が他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。もしそうなら仙人の好物を作ればあの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。好物ってなんだ。でも仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。全然わからない。霞だろう。しょうがない、周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。ああ、お供え物とかだ。仙人って人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか。お前が食べたいだけだろ。無視無視か無視かい。食べ物を奉納した痕跡を探す。痕跡ね、あるか。これか。料理の痕跡。小麦粉が地面に散乱してる。ここで料理をしてたやつはいい加減だな。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど、この料理もしかして仙人へのお供え物か。肉類と小麦粉を使う料理か。あれ、なんか紙が地面に落ちてるぞ。しかも足跡で半分汚れてる。この紙、料理と何か関係があるのか。お好み焼きかな。小麦と肉か。結構あるからな。初手たこ焼きかなって思ったけど、たこ焼き肉使わないんだよな。助けが必要な方がいるはずです。あー、くそ。姿を見せ。はい、この世界も私に答えているの。向こうか。結構ぐるっと回らないといけないな。水の上走れたりすれば楽なんだけどな。そうもいかんよな。ここか。ハス？どうやらここで誰かが料理をしたみたいだな。仙人へのお供え物を作ったのか。使い残しの食材がある。金魚草、ハスの固く、そして豆腐。手間がかかりそうな料理だな。あそこ見てみろよ。なんかノートみたいなのがあるぞ。分厚いな。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないな。オイラたちも確認してみよう。とりあえず、ちょっと待ってくれ。回収だけ。違う。ハスので、あ、レシピはもう拾ったのか。よっと。任せてちょうだい。
箱溶かしたのに開けずに来たな。さまざまなところで火をかけっぱなしでうろうろするんじゃないよっていうか帰るなよな、火かけっぱなしで。よし、綺麗に片付いてるな。ここで料理をした人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。なんで現地で作るんだよ。この食材は松茸と獣肉。レシピが隣に置いてある。ここで料理をした人は本当に貴重面だな。はい、ということでじゃあここで一旦区切って、そのレシピ3種類全部作んなきゃいけないのか。作って奉納してみましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。